はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメカニックスの急戦点をちょっと狙っていきたいと思います。で、まあアヘ編で来てます。まあアヘ編プラスナゴミちゃんといったところですかね。で、まあマップをねちょっとまだ見れないんであれなんですけれども、 PSR をね少し揃えて初期のねロジカルポイントを、上げてます。これでアップ5を取れば一応55まで行くんで、それで基本的にはもう経験点のねマップをどんどん取っていく方向と、まああとはブーストをかけて経験点をもらっていきましょうという流れですね。なのでコツは少し無視していきます。まあ最初の練習はとはいえ、まあ、監督もいるし、なるみくんのところでいいかな。端の方のねロジカルポイントがねどうしても55とか一番高いやつだと60必要になるからね、それをねゲットしていこうとなると結構きつい。なごみちゃんかここかって言われたら、まあまずはちょっとこっちで、カロリーバーが次元ボックスにあるんでリリースとか悲しすぎる。カロリーバーとなんだっけあれを持ってきてます、招き猫。だからねお守りを持ってきてないから、なごみちゃんは最初優先的に追っていきたいんだけど、22かー。でもまあちょっとなごみちゃんにしよう。まずはちょっとなごみちゃんを3に乗っける。あと神高とね葵ちゃんがねどうしてもめちゃくちゃ体力を削ってくるところがあるんで、最悪もうそこはカロリーバーを使っていかなきゃいけないかな。まあ、微妙な体力量だし、まあ、12あればいいでしょう。メンタルやろう。まあ、あと一応ね、今やってるところでは来週から飛距離くんが始まるんで、ちょっとねこれも頑張っていきたいとは思うんだけど、22か23かだったらちょっと評価上げプラス監督がいるんでこっちにしよう。新島ちゃんがね今回特攻キャラになってるんで、で新島ちゃんはね通常バージョンは丈夫な体になりたいと。ここはちょっと回復をしつつ体力上限を上げていく。やっぱり変化球がねめちゃくちゃ体力を削ってくるんで、24、まあこっちだな。まあ、通常のね新島ちゃんは俺 SR プラゴなんで、まあいいとして、サンバ新島ちゃんもね、最近手に入れたんで、まあ、サンバ新島ちゃんを解放していくという意味でちょっと飛距離くんは走ろうかなとは思ってます。まあ、他にねいい報酬があればもちろんいいんですけれども、14、13メンタルかな。まずはここのね上限アップを取りたいんで左に流していきましょう。もういいよ、スタミナとか取れる時に取っちゃう。怪我 0% もどうだろうな、無理くりにでも使っていこうかな。食べよう。コツ22、いいね。なるみくん勝ち運があった気がするけど、練習遅い遅いじゃない、早い。なごみちゃんってかあげないと。どうする。コツはもう本当にないらないんだよな。スタミナプラス4、あれここもスタミナがあったね。ちょっと経験点にしてなごみちゃんの評価上げていきましょう。これで評価乗ったかな。一応ね40をねお借りしてるんでね、初期評価は高めなんですよね。ここで来たか。よし、体力最大値がだいぶ上がったね。ここはもう29だな。ゲットしていこう。しょうがない、右に流れていくか下に流れていくか、いや下に流れていくか。変化球プラスか。まあ、ポイントは全然ウェルカムなんで今回は。
変化球ブースト分をねちょっと取っときたいんですよね。あ、そうか、投手だと黒ファイか。あー、野球マン乗ってない、2人とも乗ってないな。ポイントが微妙なんで、まあこっちで行くか。神高いいよね、やっぱり体力削ってくるけどやっぱいいよね。まあ、今回葵ちゃんのね変化球ボーナスが乗ってたんで、まあ、その相乗効果もあると思うんですけど、これは何がいいかな。運動してみる、体力減りそうな気がするけど経験点がもらえそう。お、いいねいいね、身長通りとか、まあ別に投手だからどうでもいいし、ちょっとこっちに流れてこう。あ、獲得量こんなとこにあんじゃん。技術と変化球のポイントがすげえいっぱいあんだこここっちか。じゃあちょっと技術も開けてこう。獲得量アップはねやっぱり早めに取っておきたい。これも進めていこう。お、開いた開いた。これどこ開ける、こっち開ける、開けるとこねえし。あ、こっちから進んでいけばいいのか。投資に、うん、ここ開け、ちょっと待って待って、こっち行けね。あ、行けるか、こっから行けるか。これ30だもんね。あ、ブーストかけていけば、まあ、なんとかなりそうだ。ここが全然開いてねえんだ、こっちらへんが。筋力があるね、筋力90はちょっと欲しいな。あ、まずはちょっと道を作るか、ここにしよう。コントロールブースト、コントロールはいないからな、人がいたら使ってこう。変化球4 23、あふれる、あふれるはあふれるんだけどな。ここの火消し順の対左投資、これは取れない。獲得をちょっと取って、獲得ここにもあるね。メンタルやろう。神楽坂くんと立川まだか、ちょうどよかったね。千丸はいらないからな、経験点にしよう。体力は減るけど出たまあ神楽坂くんだけか。ここはもうほんとしょぼいね、全部一桁じゃん。これは完全にデート案件だね。やっぱり彼女は一人欲しいよね、こういう時にね。回復を狙いつつデートで消化できるっていう、もう疲れで体力回復していく。これでまた練習ができる、練習の鬼だからな、練習の鬼の友沢くん入れてきてないけどさ。9ダブルタッカーでも2人だとさすがにな、ブーストってかブーストねえし変化球ブーストがそもそもない、ポイントばっかだな。どっちに流れてく、まあ、ここに変化球ブーストがあるんだよね。微妙だな、まあいいや、こっち開いていこう。おお、また変化球ポイントか。でこれはもういいでしょ、ここで爆弾抱えてしまった。でさらに15、2人、なるみとね神楽坂くんが技術ボーナスあるんで、まあ技術もやっぱり乗るよね。ここにもう一人ね変化球系のキャラが乗ると技術も変化球もめちゃ稼げるっていう感じなんだけど、これはじゃあ貯めておくか。で怪我ゼロとか使う、もう次いいのが来たら。これ何がいいの、どうしようかね。投手はよくわかんないな、リュウジに聞く。40ポイントか。あ、メンタル、葵ちゃん、まあメンタルだねこれは。
ただ溢れちゃうんで、そうすると全く怪我が取れないからポイントを取っていこう。で技術90150、やっぱ下の方はねめちゃくちゃポイント取れるんで、闘魂士とかも変なし直取りしちゃってもいいんだよね正直。一応銃だけ使う、銃だけ使って闘士直取りしよう。直取りじゃねえや、取っちゃおう。これで上にも進めるし、どっかになんか闘士があったような気もするけど、リリースは取るか。闘士で緩急が来たら緩急は潰しちゃうし、ポイントくれればポイントは嬉しいと。そのさ、瞑想みたいなのしててさ、今日は調子が悪いのかってどういう判断なの。ナルミくん14、あーどうする。ナルミくんコツがあるのか、ま、勝ち運はちょっと取っとくとして、神楽坂くんもいるからね。ま、コツがあるからワンタックでもいいでしょう。キレ、オッケー。キレももう取れるよね。メンタル24、いいね。溢れちゃうけど、まあ溢れちゃうけどしょうがないか。キレ取って、銃とかのだってある？もう銃は取り潰したもんね。火消しとかそういうのはいらない。いや、溢れちゃうけどしょうがない。12月3週だけどしょうがない。タッチのコツか。尻上がりで、ここはまあ回復するというよりは経験点を取りに行こう。なごみちゃんがねそこまで回復量多くなかったはずなんだけど、30かここで投手取れたんだね。1人9、15だったら経験点を普通に取りに行くか。まあブーストはかけられないけど、ブーストを開けておこう。ちょ待って、変化球ポイント大丈夫？全然気にしてなかったわ。スライダーは例によって神高がいるからね、まああんま気にしなくていいっちゃいいんだけど、まあやっぱり基本のフォークかな。7にしてもめんどくせえし。おお、体力が減っていく。神ゲ初詣に行くだし、マジですか。悲しくなってきたな今の。ダブルタック、ただダブルタックでも人がいない。24、わ133、いやこれ133と緩急どうする。潰す、直取りする。92、81、いやもう直取りしよう。もうとにかくポイントが欲しい俺は。これは病院に行ってもらおう。ロジカルポイントゲットして34だけど誰もいない。なごみちゃんの評価低すぎる。まあやっぱりねお守りがないとちょっと正月ぼっちになる可能性があるんで、もうちょっとケアをしてあげるべきだったね。なんでこうさ人が集まってこないの、変化球にタックは来るんだけど人が集まってこない。まあただ葵ちゃんはさすがに変化球ポイントをくれるからな。マジで神楽坂くんとか失敗しないよね、本当に失敗しないこの子。来たー来た来た来た、738ってさ、これ溢れないちょっと待って、ちょっと待ってとりあえず使い切るは使い切ろう。329、うまく使えるかな。これさ、スライダーって7にしたらスライダーのコツくれなくなるとかあんのかな。ちょ待ってね、これマジで悩むわ。どうしようかな、あれか普通に行く。またカーブ68、なんか使うやつある、なんか使うやつ、火消しとかなんか使うね。変化球ポイント、あ黒ファイガンじゃ、黒ファイ取ろう。要所
表情はちょっと、あ、低め取っとく、もう取っとこう、これでいいや、これで。でも大丈夫だよね、これロジカル使うとどうなんのこれ。何使ってみよう、よくわかんねえよえ、でもさ999以上にはならないじゃん、もったいないよね。なんていうの、技術ポイントはすげえもらえるかもしれないけど、でこれはもったいない気がするんだよな。え、これでだってブーストかけるのはちょっともったいないよ。このままいっていいと思うんだよな。いやすげえ悩む、わかんねえマジでわかんねえ。え、もったいねえよ。え、技術がどこまで伸びるかだよね。だってちょ待って、本当にわかんねえわ。普通に行くわ変化球ブースト1個しかないからね。いや、これ行こう、普通に行く。今回は肘が痛い。で、またか、5%あれだかんね。バレンタインだからいいでしょう、やっちゃって。うおー、体力がマジでなくなるなこみちゃんってでもバレンタインでねめっちゃ回復してくれるキャラだと思ったんだよね。虫歯になるかもしんないけど、あぶねえ。で、変化球、うわー、ここ30いいね。まあワンタックだったらこっちでいこう、使う。ちょ、技術が追いついてないから技術を1回パク。んー、コントロールブーストとかな、無駄だしな。変化球また吐かないといけないね。カーブだっけ、覚えてんの。ロジカルマップの使い方が難しいな、まあ、とりあえず技術吐いとこう。で、変化球1人、1人とか、おお、いっぱいいるね。25か、25は結構でかいんだけど、メンタルも特にあれなんで、ちょっとデートしちゃおう。3回目は体力回復する、いっぱい。そうでもなかった。技術はね、なごみちゃんもくれるからね、まあ大丈夫だと思うんだけど、筋力は絶対足んないよね、もう。着替えるのめちゃ早いな葵ちゃん、うおー、俺が考えた練習しよう。はい、1人9 9 11、ちょっとなごみちゃん1回上げるか。3人はなー、やっぱ微妙なんだよね。4人でブースト使いたいね。普通に4人いたらコントロールブーストかけよう。お、いいねいいね、体力アップ2人特にこれはもうちょっとコツをゲットしていきたいけど、なんかあんまいいのないな。いいや、満タンにしちゃうか1回で。結局さ、上限アップまだ取ってないんだよね。でこの怪我 0% がほんと邪魔なんだよな。あ、一応ちょっとこっちから行くか、しょうがない、開けられるものは開けてこう。で葵ちゃん変化球ポイントを求めて、コントロール練習のレベルが上がってくれた。よし、打たれ強さね、神楽坂くんとかも持ってるからね。2人で3人、4人いたらブースト、ダブルタッグプラス一般人が2人いたらブーストかけるか。なのでここは普通に行きましょう。これ体力減るよね、まあ、カロリーバーがまだあるんで、最悪カロリーバーを食えばなんとかなるからな。
待ってさすがにきついぞ。15監督か。カロリーバー食って練習できんのこれ。足りなそうだよね。かといってな、かといってな、なんだよな。ダブルタック諦めるか。4回目か。結構進みが早いね。なごみちゃんってさ、何時間起動するんだ。これ電気だよね。喫茶店で充電してたから。どうよ。まあ別に金属はどっちだっていいんだけどさ。そういえば監督評価どうなってんの。めっちゃ低そうなんだけど。技術もちょっとアリアン降ってきたな。ムービングファーストとかで入っとく。どうなの今この経験点的には。そのまま持ってくれと思ったら、しかも最悪だ。1・3塁、しかも打たれたし。これさ、監督評価がさ下がると超きついんだよね今の状態。かといってさ、コンピューターに任せるとさ、サクスピの場合はさ出番がなかったとか言ってくるからね。アプリの場合はもう出番がなかったとかないんだけどさ。ゲー打たれた強いんだけどこいつら。ブレインマッスルとか言ってシッとしやがった。ふざけんなこれめちゃ下げられるんじゃねえか。逆転許してるからね。なんか危なかったな。負けた。上がったし危ねえよかったよかった。なるみくん、いやー待てよ、もう次に備えた方がいいよね。ちょっとデートしよう。もうデートしちゃう。なごみちゃんが終わった。おお成功した。どうする？これやる？これやろう。使おう。30あるし。やっちゃおう、もう。ブーストかけまーす。急速ブーストが出た。技術はまだ大丈夫だよね。これで精密機械取れるから一回技術箱を精密機械で。これで打たれ強さは5になったよね。5になってるよね。5になってるね。あ、変幻自体も取っちゃおう。で精密機械あんまり履けなかったな。結構安いね精密機械。29取れないんだよ。ただコントロールブーストが使ってしまったから。まあいいや、マックスになるけど、それはしょうがない。お、これは助かる。29か。これは食おう。カロリーバー1個食おう。ここまで来てるから。でロジカルマップで変化球を吐く。ここだな。ブースト、変化球ブーストが来たね。これも有効に使ってはいきたい。神楽坂くん、あと何があるっけ。なんかもう忘れちゃった。まあいいや、特に何にもない。守備 5% か。
デートも終わっちゃってるからね。敵の進化でも覚えとくか。じゃあ脅威の切れ味のあれが足りてないからね。24とはいえあんまり無駄遣いはしたくないんだよな。ここら辺も全部たっけえかんな今。急速ブーストもな、まあ、いややろう。溢れるけど16か、だいぶ溢れたな。葵ちゃんここで削ってくるか。14 これはもう無理だよ。あーメンタルやろう。メンタルやるんだけど取りたいものがない。これ55か、あやっぱ上昇取んないと無理だ。そうだよこれ取ってないからキツキツなんだよ。これ成功すると何くれんの。失敗した体力減るんか。あこれ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 、ポイントくれ、ロジカルポイントくれ3。いや寝るしかない。1回寝るか。すげえ減ったマジですげえ減ったわ。15満タンになるのはしょうがないよね。これなごみちゃん評価上げていかないとまだ足りてないかな。さっきからなごみちゃんまだ評価上がるからね。普通に上がるわ。23。いやだからね使うものがないんだって本当に。いやないよな。あこれが取れるようになったのか。それでこれはロジカルとか手に入んないかな。なごみちゃん、なごみちゃんまだですか。守備23、これでいこう。変化球24、2人の4人。いややっちゃおう。ちょっともうやれるときにやっちゃおう。カロリーバー使って52ブーストかけて。本当は3タックとかが良かったけど、技術はまだ溢れないよね。技術溢れるのが怖えな。これ何がいいの投手の場合。なごみちゃんの様子見に行こう。ちょっと確実によし評価。おロジカルポイントが上がるのか。なるほどね。コントロール C まで上げとこう。いけ精神が足りてね。やっぱ変化球だな。で技術めちゃ余るなこれ。筋力っていうかコントロール急速に人がいないかな。いない。24。いや吐けない。ちょっとこれ吐けない。上行くもん。でもな投資でしょ。プロファイルも取ってあるしね。これしかない。スタミナしかないわこの2つが使用できないと無理だ。上に行けない。そうこうしてるうちに終わりそうだからね。これはまあいや吐ければさよかったんだけどさ、なかなか人が来ないね。神高コツどうする。2人は微妙だよな。いややっちゃおう。もうちょっともったいない。もったいないけどしょうがないよ。神高のコツ全然50くらいでも。おい奪三振が欲しかったんだけどな。14、まあ、ダブルタックなんでやっておきますか。ほい。だからあと本当にね
ルシファー枠が欲しいよね。ルシファー枠がちょっとここはピンチャンできます。精神用の変化球が本当に欲しい。タイピンはもらったいっていうか7だからいいんだけどさ、とりあえずさ一応1だけ取っとく。対左せっかくだから取っとく。技術余ってるしね。牽制も取っておくか。牽制とかやん、あ、尻上がり取っとこう。ちょっと待って、スタミナが全然なかったわ。投げ切れるかな、まあ、先発になればね、それだけでスタミナボーナスがつくからさ、まあいいんだけど、吸収が多くなると、吸収っていうか投球数が多くなると厳しいよな。なるべく点を取っておいて楽させてもらおう。違うパーキー持ってねえかんな。いったか。よしよしよし、4点取ってもらえれば楽でしょう。こいつ上り調子だ。ってかなんでパワー A もあんのこいつおかしくねえか。この世界の高校生みんな異常だからね。プロ野球選手も真っ青だよ。球速1も上げてないな、そういえば129キロとか完全に変化球投手だよね。矢部くん、うわ、三振男、よし。まあ8回でこのスタミナだったらギリ持つかな。点を入れられてないからね。点入れられると結構スタミナ消耗するからね。いちごくんはパワーがあるな。足がめちゃ遅い。なるべく球種は少なく、よし。変化球もねスタミナ消費するからね、まあ、どれがどのくらい消費するかって言ったらよくわかんないけど、ナックルは結構消耗するはずなんだよね、まあ、カーブとかスライダーが一番消耗しないのかな。フォークは少し消耗しそうだよね。球速上げたいんだけど140くらいは欲しいな。こういう投手だったらさ、やっぱさ、サイドスローとかの方が現実的には良さそうだよね。球速129しか出なくてさ、こんなオーバースローでやってたら。次どうする。3 46。使いたい、コントロールブースト使いたいんだけど、もうないもんね。ないからしょうがない、寝るしかないよ。こういう時に限って使えないからな。30ゲーまた来たちょっと待って、計算しないと。さすがにまた吐かなくて大丈夫か。技術250600700800、わからんわ。もう30はでもさすがにやっとかないとな。リリース回復、回復してどうぞ。回復しよう。これで筋力プラスが取れるわ。獲得量はもうさすがにいらないよね。でこっから上に行きたかったんだけどな。本当はねここのポイントも欲しかったんだよね。まあいいや、4タックが2回来てくれればこれでも溢れんのか。やっぱさすがアヘヘンって言ったところだよね。
ピンちゃんで行こう。また変化球ギリギリだな。シンカーシンカーと総変がすごいね。ちょっと球速どこまで上げられる。全然精神が全然足んねえや。あともうずっと精神やってく。お待たせ。さあ先生のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁初球を取ってくれです。パワーがない。1点入れられてるし。さあ同点のチャンスを迎えました。ロボット軍団弱いんだよねやっぱり。人間はまあなんか強いのがあるけどさ、ロボット軍団は全体的に能力が低い。俺も弱い。カスみたいな能力しかないけど。アベレージヒッター取ろっか。やべに任せるでやんす。いける？無理か。これでワンアウト。ランナーはフルベース変わりません。投げた。これはいい当たりだ。いった。知らず猛展開で迎える4回です。それムービングファースト1回も投げてなかったさっき。投げました。ストライク。これで追い込みました。投げました。無駄球はちょっと投げたくない。よし。バッテン入れられてるからちょっとスタミナの消耗が激しい気がする。投げました。もうバッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。投げました。打ちました。今のダメなの。ツーアウト。ランナーは2塁変わりません。投げました。決まった。ストライク。第2球投げた。2球目から早かったか。てかずれてたね。それこれ奪三持ってんじゃん。いいな。俺奪三振欲しいんだよ今。ここはよく選びました。カウント1ボール2ストライク。しまった。空振り三振。よしそのままいった。投げてるね。大丈夫だ。スタミナも問題はない。これだけあれば。オッケー。ああ出しちゃった。危ねえ。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番カツオ。初球見送ってストライク。投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。試合のためにねスタミナ上げたいんだけどね。ボール。カウント1ボール。いかんせん精神が全然ない。投げた。打った。藤村ボールを取る。ああ赤原はリベンジ。ランナーありません。第2球。投げた。フォークボール見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は橋爪。第4球を。俺橋爪って名前なんだ。投げました。自分の名前すら知らない。掴んだ。サードから一塁送球。飛び込むんだね赤原。で、まあ、これは使っていかないといけないから5。うん、葵ちゃんのとこだな。精神をやりつつ、ただそのためには使わないといけないんだけど、ちょうどいいね。これにしよう。また急速ブーストか。53だったらだって回復しつつ精神を取りつつ、これでいいでしょう。葵ちゃんの変化球ポイントもらえるし。よし、精神ありがたい。監督本当ありがたい。お一人スタミナ23か。23って言ってもね、もうだよね。もうだな。ここはおとなしくスタミナ上げつつ変化球ポイントもらってこう。まあ、スカウトさんの評価も上がれば最後のポイントにもつながるしね。どうする。マチェットあたりとかになってくるとさ、俺が投げると打たれるんだよね。ダメだ本当に。スタミナが精神がなさすぎる。甲子園に来て突然球速上がったからな。メカニクス先制のチャンスです。多分そんなチェックしてないはず。あいつは多分球速130出るか出ないかあたりの球速だった気がするみたいな。それがいきなり140近く出るからね。予選大会では力を抑えていたのかって。ドーピングしたんじゃないかって思われるよねそもそも。メカニクス。さらに1塁3
三塁という場面で小西打ちました。よし、まだまだ続く。あ、これ湯葉に変わってるし。タイミング合いません。第2球ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球フォーカーストライク。ちょっとそこまで落ちなかったか。4あるからな。でも危ない球、ダッツさん持ってんのかこいつ。次は5球目投げました。羨ましいぜ。第6球を投げました。ダッツさん羨ましいぜ。掴んだ2塁や。よしよし、1点取られたけどしょうがない。上々よ。変化球23、23って言ってもな。ブースト、いやブーストでもないしな。ここのポイントも欲しかったけどな。これだってコツでしょ。いやもうここはこれだね。上高くんお願いします。いや肘がここに来て肘が痛い。変化球ポイントやたら余ってんな。高速シンカーでも覚えてみる。サークルチェンジでも覚えてみる。あんまり第2変化球って覚えないんだよね。あ、みなぎる活力、これ取ろう。火消しも取っとこう。順応欲しい。あれが足りないのか。ミスターゼロ、全然精神だって。もう精神使うやつは無理だよ。ドクター K とか重い球取っとこう。なんかホームラン打たれたら嫌だしな。脅威の切れ味も臨床ポイント足んねえじゃん、なんだかんだで。まあ、別に今回はね強い選手を作るっていうのが目的じゃないんで、まあいいんだけど。でもみなぎる活力を手に入れたから少し試合が楽になるんじゃないか。ここは点を取ってきたいね。血が2回ってきたし。第2球投げました。ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた。どうだ、いかないけど点にはなった。よし、まだ続く。今泉くんチャンス丸。まずは二塁牽制。ただパワーが G だな。二塁はセーフ。二塁タッチはセーフ。第9投げた。無理だ。パワーが弱すぎる。そうだ、俺アベレージヒッター取ろうかなとか。いやゲー危ねえ。今の引っ掛けてたら確実にゲッツーになってたかんな。お、ボール球だったの。ギリギリかなって思ったけど。すげえ飛び出てたぞ今。橋爪くん大丈夫か。点は取れるときに取る。スプリット力配分をしたことを後悔させてやる。その力配分が命取りになるんだよ。1点取られた、1点取られた。まあいいや、決勝までいければね上々でしょう。精神くれ、精神これ、精神くれるよね。やったー20。変化球、もう変化球だね最後これは。ちょっと待って、ロジカルはなんか取っとく。リリースはだって無駄だし、投手も取ったし、プロファイも取ったし、対強打者ブーストかけてなんかできない2人。いや無理だ、ブーストっていう世界じゃないな。守備練もやっときたい気がするんだよな。対強打者にしよう、これはおとなしく。いけ、まだ余ってる。いらねえことばっかだな。怪我とか関係ねえしね。守備、脅威の切れ味を取るか。せっかくだからね。変化球ポイントだからやたら余ってんだ、やたら余ってるけどさ取れねえし、精神足んなくて。これどう？ D にはなったな。これにしとこう。
とはまあエピローグポイントでね、なごみちゃんがちょっと多めにくれるからね。で結局どうなの今ポイント的には。4タック2回来てるからね、かなりいってるとは思うんだけど。投球は3球目、投げました外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目打ちました、いい当たり、センター前、クリーンヒット、藤村ヒット、閉鎖使いよ、対エースついてんな。なおもチャンスが続いています。第2球関係ないね、打ってしまえばこっちのもんよ。1点入れられてるけども気にしない、ここまで来れば気にしない。ここにし足を押そう、投げました、もうはっきりしたボール球、カウントは2ボールノーストライク。第3球は打ったに当たりだ、センターバック、おーギリギリ、メカニクス1点入りました。2アウトランナー2塁という場面で藤村、もうでも絶好調か、絶好調だったらそれなりに持っていけるかね。ミートへの弾道4でしょ、肩越しにランナー見た、うん、やっぱいいねいいね、絶好調になると相当パワー上がるからねとか言って上がる、センターフライだし。メカニクス追加点のチャンスを迎えました、変わってるしもう早かったな。今日はサードゴロとファーストゴロ、そんなにめった打ちにされたか。ライト線ヒットになります、メカニクス1点入りました、5対2、投げた外角低め、外れてボール、大きく外れました。第2球投げた、打ちました、セカンド全然ダメだ、アウト。結構攻撃みんなミートがでかいからか、ミートでかいからさ割と出塁してくれるね。あとはもう自分の力でなんとかしろっていう話だけどどうにもできません。あとはもう3点差をさなんとか守ってくれよ。2点取られるともう多分降板するんだよな途中で。第4球は危ない球、次が5球目、投げました、おりゃダメだ、パワーが足りんと思ったらなんとかいった。1点入りました、小西タイムリーヒット、メカニクスなおもチャンスが続きます。第9投げました、ボール。第2球完全に外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。サードランナーちらっと見た、投げました、おお際どいね、バッターよく見ました、満塁策を取るか取らないか、あっと打ちました、掴んでこれで3アウトすげえ待ってくれ、本当に待ってくれ、またこいつ閉鎖かよ。ほら向こうだいぶピッチャー使ってんな、ジャイロボール持ってるし。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ジャイロボール本当いいよね、マジストレートが来るの分かるから。なんとか2点で抑えたけど、どこまで投げたんだ俺。よしドラ1、中継ぎでいいかな先発は任せられないよ。さて行ったかな、よしよし、てか1万超えたしやっぱアヘヘンだね、アヘヘンはすげえ、あのタックが来ればめちゃ伸びるよやっぱり。なんかロジカルマップ的にはさすげえ微妙だった気がするけど、アヘヘンでなんとか持ってったね。え、じゃあどうする、結局何取る、スライダーでも取っとく。よし、なんとかうまくはけたけど技術がめっちゃ余ってんな。アベレージヒッター取れねえじゃん、何があった、敏捷使うのかアベレージヒッターって、ゲー技術余りになるわ。めちゃくちゃ技術だけ使うのってもうないよね、ミスターゼロとこう金徳せっかくだし、ドクターケアもう無理だよ、脱散取れなかった段階で重すぎる。え、回復伸び、急速ないけど技術吐くためちょっと伸びを取ろう
通に対強打者も取れるわ。技術だけやたら余ったな。まあ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 、そういう編成だからね、しょうがないよ、だって。でもまあ S6 みたいな。ということでね、まあ9000点チャレンジ、まあやっぱりアヘ編が点数出すだけだったら安定してると思います。まあ、なるみくんとかもね、かなり変化球で、点数出せるキャラになってますので、まあ持ってない方は、あのなるみくんはね、多分フレンドに設定してる方いっぱいいると思いますので、まあ借りてやっていければ、メカニクスはね、そんなに難しくないと思います。高校自体も結構ポイントは稼ごうと思えば稼げる高校なんで。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。